あれはまあ切り替えしを予測してはいたんですけど、やっぱり準備しきれない、自分の体勢が良くないまま行ってしまって、やっぱ足を取られたっていうか、相手の力に負けて足取られてしまったんですけど、あれは完全なミスです、僕の。サンガンがあの頃はすごく良くなくて、勝ってなかった時だったと思うんで、なんとなくみんなもその周りの戦悪くなかっただけにね、なんか楽勝に勝てるやと思ってたら、先にやられちゃったんですよ。先にやられちゃって、なんか受け身になっちゃって良くなくて、それで珍しくハーフタイムに結構怒ったというか、怒鳴ってね、マリノスに負けて、またなんていうんですかね、京都にも楽に勝てると思っちゃって、そんなんじゃ本当に強いチームにはなれないよと、かなり強い感じでね。それで少し後半良くなってきたんだけど、今一歩取れなかったんで広瀬を入れたんですよ。まあ、僕が入ったからっていうことじゃなくて、やっぱり周りの選手がそうにあって積極的に負けてるっていうこともあって、積極的に動いてくれたっていうことが一番大きかったと思いますね。本当、広さんのおかげでね、もうボールが支配率ももちろん高まったし、すごいいいボールの回り方もできるし、バランスが良くなってるし、ホームだし、ホームで国立だし、絶対負けるわけ、もう勝つことだけを考えて、でみんなの士気を落とさないように、とりあえず絶対勝つんだって、俺自身も勝たなきゃいけないと、そういうことを言い聞かせながらやってましたけどね。なしか負けるわけにはいかないと、しかも PK 戦にだけは絶対なするわけにはいかないっていう気持ちは多分11人みんなあったと思うんですよ。だから自分が1点とまでは思わなかったけど、なんかゴールに絡みたいっていうか、そういうふうに思ってました、ね。キーパーが弾いたボールが目の前に落ちてきて、目の前に来たからそれを止めて、思いっきりもう何も考えずに打ったっていうか、結構後からビデオ見たらディフェンスが結構ボールカバー入ってたりしてたんですけど、もうあの時打つ瞬間にはもうもらったっていう感じで思いっきり打ちましたね。あの国立のあの真っ赤なスタンドの前でゴール決めれるだけでも嬉しいのに、それが決勝ゴールだっていうのが最高幸せですよ。まあ、あの試合で岡野と新司がねワールドカップに行く最後の試合だったんですよ。それでホームゲームだったし、なんとか勝ってね、彼らを気持ちよくこう送ってやりたいっていうか、送り出してやりたいと思ってたので、